はい、皆さんどうもこんにちは。フィッシングオブライフです。今回はおかっぱりアングラ、そしてボートアングラーにぜひ使ってほしい商品をご紹介したいと思います。今回ご紹介する商品、こちらでございます。もう見てわかりますね。ライフジャケットでございます。買いました。ついに。自分の命を守るために買いました。今まで、すいません。動画内では一切ですね、ライフジャケットはつけてませんでした。まあその理由は、やはり、ライフジャケットは高いから手が出せなかったわけですよ。シマノダイワの製品、2万円します。2万円あったら、買おうか。リールを買おうかなという風になってしまうんですね。まあそっちになっちゃうんですよ。うん。やっぱね、こう、ライフジャケットだと、こう、2万円っていうと、っていうね、こう、お財布の紐がね、なかなかこう、緩まなかったんですね。その、ね、なかなか購入に踏み切れなかった自分が、なぜ、このライフジャケットをね、買ったかというと、値段ですね。値段です。この値段、すごいですよ。このライフジャケットね。なんと、このライフジャケット、4200円です。4200円ですよ。すごいですよ。4200円です。このライフジャケット。しかも、手動じゃないんです、これ。自動膨張式。自動膨張式で、4200円です。安いっすね。4200円で命助かるなら買いじゃないですか。中国製なんですけど、いやー、届くまでちょっと怖いなと。現物も見てないし、どうなんだろうなと思ってたんですよ。で、中身を見たら、ちゃんとよくできてるんですよ。ベルトの部分とかも。ね。しっかり、まあ、しっかりしたものがついてるし、そういうとことかも。で、まあ、こういう縫い目ですよね。こういう縫い目とかもしっかりね、縫ってあるんですよ。中国製ですけどね、しっかりしてるし、ほら、こういうあの手動にもできるようになってる、こう紐もついてるしね。あとこういう風に裏にもね、製造日とね、販売元の名前も書いてあるし、でメイドインチャイナと書いてありますけどね、ここに。メイドインチャイナって書いてますけど。まあ、それなりに、まあ、ちゃんと使える商品じゃないかなと思ってですね、僕は買ったわけです。で、この自動膨張式の名前がですね、エムズジャパンという会社から出てます。自動膨張式のやつです。カラーは、ブラウンの、迷彩カラーですね。これがね、かっこいいなと思ってね、買いました。で、動画で見るとね、まあ結構深い緑に見えるんですが、実際届いたやつは、結構ね、明るい緑ですね。ここの、この部分が。結構明るめの緑。カーキーみたいな緑ですね。うん。でもね、いい色ですよ。うん。かっこいいっす。すごく。あとは、まあ、こういうふうに、まあ、取扱説明書一緒に同封されています。あ、またね、犬がワンワン吠えてますけどね、すいませんね。この自動膨張式のライフジャケットを買った理由としてはですね、やっぱりこう手動式だと水に落ちた時に、このね、手動のやつをこれですね、引っ張れるかということを考えたわけですね。多分ね、パニックになってね、引っ張れないと思うんですよ。自動膨張式だったら水を感知して自動で開いてくれるんで、やっぱりそっちの方がいいなと思って。まあ、手動式は3000円ぐらいであるのかな。買うんだったら絶対自動膨張式がいいと思います。まあ仮に膨張システムが使えなくても、こっち手動で使えるんで、こっちが壊れてても、まあ使えるなということで、こっちにしました。僕もそうでしたけど、やっぱりおかっぱりでね、やっぱりこう
ライフジャケットをつけてる人が圧倒的に少ない。まあ、その一番の理由はやっぱりこう高いという理由から導入を遅らせてるっていう人が多いかなというふうに思いましたね。やっぱりね、命あっての釣りです。自分の命は自分で守らなきゃいけない。やっぱりこのライフジャケットっていうのはおかっぱりであっても必要であると思ったわけですね。まあ、釣り YouTuber さん、特に人が見られる側なんで、やっぱりこう安全とかにはすごく注意しなきゃいけないと思うんですよ。だから僕もやっぱこのままね、ライフジャケットなしでちょっと続けるの、自分のね動画を見てね真似する人もももしかしたらいるかもしれないんで、やっぱりその人がね真似してね池に落ちて死亡したりとかしたりしたらいけないので、やっぱりこういいお手本として、やはり僕ら YouTuber、 釣り YouTuber はやっぱりやらなきゃいけないんで、やっぱりこう安全面っていうのもすごくこう重視しなきゃいけないなということで、このライフジャケットっていうのはやっぱりつけなきゃいけないと思って、やっぱりこう買いましたね。これから釣りをする方、もしくはもう釣りやってますよという方、ぜひおかっぱりアングラーの皆さんね、ぜひこのライフジャケットねつけてください。これはねもうマナーです。落ちてからでは遅いですから、やっぱりね落ちる前にライフジャケットつけて安全対策をしてから釣りをしましょう。まあ4200円だったら買えるんでね、まあ、国産じゃなくてもね海外製でも使えるものはあるので、ぜひこの僕が買ったね4200円のエムズジャパンさんのねライフジャケットでもいいです。まあ他のメーカーさんでも出てるんで、ぜひですねご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、今回は、自動膨張式のライフジャケット、エムズジャパンさんのライフジャケットの紹介でした。最後まで、見ていただきまして本当にありがとうございました。皆さんご安全に楽しんで、釣りをしてください。それでは失礼します。